特殊脳内捜査チーム、通称ダイク。被害者の記憶を映像化し、迷宮入り事件の謎を解く。映像出ます。彼らの前では全ての罪が明らかになる。露口光一の脳をスキャンして長女絹子の死体を探すことだ。その任務は簡単に終わるはずだった。用意はいいな。はい。これが脳の力。見つけました。事件当日の記憶です。そこには驚愕の真実が。なぜ死んだはずの少女は生きていたのか。なぜ次々と事件が連鎖するのか。もうあなたは秘密を保持できない。飼い沼だ。脳内捜査は絶対に知られたくない心の秘密までも暴いてしまう。あなたなら知ってるはずだ。マキさんに何があったのか。お前と飼い沼のつながりが分かった。まだ終わっちゃいないよ。普通はお前が俺のこの脳をやめろ。秘密ザ・トップシークレット。